皆さんこんにちは。DBRT のエクササイズ、今日はですね、まず体幹の前側を強化していく、そういったタイプのエクササイズをご紹介したいと思います。で、体幹の前側、そして側面、そして後ろ側、すべてがこれが一緒に共同して働くことによって、体幹全体をうまく安定させて、そしてそこから力を発揮することができますよね。で、体幹の前側の筋肉ってことになると、圧倒的にすごく皆さんが慣れてるトレーニングっていうのは、その体幹の前側の筋肉群を短縮性の収縮をさせて力を発揮するものが圧倒的に多いと思います。なんですけれども、よく落ち着いて考えてみると、日常生活の中で体幹の前側の筋群を短縮性に収縮させる場面っていうのは、朝起きるときにベッドから起き上がってきたら、そあとはそんなにはないですよね。で、逆に体が過伸展していかないように、脊柱が過伸展していかないように、それを止める、そのコントロールする能力の方が、日常生活の機能の中ではよりたくさん必要になってくる、そういった能力ではないかと思います。で、今日この DBRT の体幹の前側のその強化のトレーニングとして、まず仰向けで行っていくレッグロアリングのシリーズをいくつかご紹介したいと思います。で、まず太蔵さんにはこんな風に床の上に膝を立てて仰向けになってもらいます。そしたら、この USB、小さいサイズ、コアのサイズなんですけれども、この USB の外側のハンドルのところ、アウトサイドハンドルを持ったら、思いっきりこのハンドルを外側にグッと引っ張ってもらいたいんですね。で、このハンドルを思いっきり外側に引っ張ることによって、皆さんもこうやって力を入れてみると感じると思うんですけれども、広背筋をはじめとして体幹の前側だけではなくて、肩甲骨の周りの筋肉群も全体に360度しっかりと働くことができます。で、しっかりとこのバッグを外側に引っ張るようにしたら、そしたらここからレッグロアリングのエクササイズに入っていきたいので、まずは手甲を短くしたところ、膝もそして股関節も90度ずつ、ちょうどテーブルトップのポジションに上がったところから、ここからスタートします。で、このポジションを維持するだけでももう十分ですよって方、ここからスタートすることもできると思うんですね。で、これがクリアになったら、この次には片足ずつ足を床の方向に向かってゆっくりと下ろしていくようにします。で、この時にどちらの足からでもいいんですけれども、股関節も膝も90度の角度を守った状態で、そこでゆっくりと下ろしていって、そこからコントロールして持ち上げていきます。今皆さん見えるかな、こういうふうに足が下りていったとしても、太蔵さんの腰椎の角度、これは変わってないですよね。できるだけニュートラルに近いこの角度を維持をするようにしながら、足の重さにしっかりと耐えられるかどうか、これがまずはこのエクササイズのチャレンジのポイントになります。で、ここで腰椎がすぐに反っていきやすいっていう方であっても、このハンドルを引っ張ることによって、上半身の筋群がこの動きを助けるということをしてくれる、これがこの USB を使っていくメリットになっていくんですね。で、ここでこんな風に短い手こで動けるようになってきたら、その次の段階としては、ここから少し手こを長くしていくということもできますね。こんな風に向こう側にある壁をかかとで押すような感じにしながら、足を遠くへ伸ばします。で、そうすると下に降りた時にはテコが長くなっていますから、コアにかかってくる、体幹にかかってくる負荷も当然大きくなりますね。で、これをしっかりコントロールできるかどうか、で、 USB をしっかりと引っ張ったこの状態を維持することができるかどうか、で、これも間違いなくちゃんとコントロールできるようになりましたよってことになってくると、さらにまたチャレンジの要素をプラスすることもできます。で、そこで下半身のテコだけではなくて、今度上半身のテコを変えていくこともできるんですね。例えばこんな風に USB が頭上の方に向かって歩いていくとなると、この USB の重さ自体が脊柱を伸展させようとする力を加えるようになります。そしたら上半身は USB、 そして下半身はこの長くした足の重さが、両側からこのようにして脊柱の伸展に対してのチャレンジをしていく。で、それをコントロールすることができるかどうかという、こういうチャレンジがプラスされてくるようになるんですね。で、この同じシリーズをもっとさらに、じゃあチャレンジを上げてみよう、今のコントロールが全てできるようになりましたという場合には、さらに下半身のテコを長くしていって、で、足を伸ばした状態でこれがしっかりとコントロールできるかどうか、皆さん横から見ていても、この太蔵さんが腰椎の過伸展をしないようにしっかりコントロールしているのが分かると思います。この辺りになってくると、さすがの太蔵さんも下の方ではちょっと震えてますね。呼吸はしてますね。大丈夫ですね。はい、OK です。ありがとうございます。こんな風に USB の重さはそんなに重いわけではないんですけれども、自分の四肢の重さを使って、そしてテコをうまく組み合わせていくと、かなりの段階にわたって体幹の前側をこのように強化していくということを、統合した形で行っていくことができます。